森が違うすぎ、ごめんなさい、攻めるところがやっぱり下君が、アンディ森、兄弟何でも喋ってる、何でも喋ってるから、なら天野奈美恵ちゃんのボディフィールイグジット、はいはい、もう私はやっぱり安室ちゃんのドストライクで安室、はい、まあ、ちゃんに育ててもらって今があるって言っても過言ではないので、やっぱり私はテンション爆上げでいきたいから、もう体を解放するっていう意味でもこれを聞くんですけど、私はもう20年聴いてるんですよ。ほう、だからもう2週ぐらい回って今私がラテンハウスミックス調で聴いてるんです。何ですかそれ。え、実はあんの。実はあるんですよ、でバーディ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 フィールディバーディ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 フィールディバー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 ディ落ち込んでいる時に聴く曲で比べてみました、うん、あらら、あ時代やね、ありがとう、こうね、この歩くって、ね、歩く、そう、歩くの、歩くの、歩くしかない、 DV のね、 DV のマネするんですよ。青春の曲で比べてみました。わー懐かしい、名曲だな、確かにね、またですよ、安室ちゃん、安室ちゃん、そうですね、ベビードントクライ、あげるとかより優しくこう包み込んでほしい、安室、うん、ちゃんに、お、それで落ち込んでる時、ね、落ち込んでる時は PV ずっと歩いてるんですよ、うん、だから安室ちゃんになりきってずっと中野から沼袋まで歩く、安室ちゃんその通り歩かないから。さあ須田君の青春の曲、はい、オレンジ